毎度ありがとうございます。今回はアニメ早々のフリーゲン第7話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。フリーゲン様が早起きしてる。エルンさんもびっくりの奇跡。早起きはすごいこと。めっちゃ驚いてて草。早起きできて以来珍しく寝相も良いな。思えばこれが今回のフラグだったか。フェルンママ、フリーレンが早起きした時には、しっかり褒めないとって、犬のしつけかよう。やっぱり介護だこれはら。めっちゃ甘やかされてる。これがお母さんになった由来か。江戸前エルフといいこれといい、要介護エルフブーム、来てるな。おばあちゃんの肩もみ。介護を受けるおばあちゃん。甘やかしてもダメなんだよな。高耳様といいエルフは甘やかされるのか。俺もフェルンちゃんに褒めてもらえるなら早起きするわ。急に呼び捨て。フェルンサーはら。切り替えが早い。まあそうなるわな。ありがとうございます。さっさとわら。いきなりタメ口わら。距離の詰め方わら。ご褒美やろが。変わりすぎ。ち、めんどくさいなこいつ。毒舌フェルン最高。めんどくさいなこいつわろた。この作品三者三様に口悪いよねわら。確かにめんどくさいな。こいつに格下げわら。ちっさいしこいつでええやん。毒舌フェルン。愛想よくは無理なんだい。もうタメ口でいいだろ。めんどくせえ。この二人の絡みほんと好き。やっぱりフェルンちゃん大好きわら。土砂の撤去の時結構オリジナルのセリフ増えてたな。シタルクとフェルンの掛け合いのこのシーン好きだわ。三人それぞれ可愛い、ほっこり。エルフって恋愛感情や生殖本能も欠落してるの。恋愛感情や生殖本能が乏しいエルフ。強さと長寿ゆえかな。弱い下等動物、例えば魚とか虫とかが、いっぱい卵産むのと逆で。エルフは大体生殖能力が低いけど、創作だとエロエロなのはどうしてなんでしょう？ヒンメル本当優しすぎるイケメン。君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。可視回収来た。像を作る理由、泣くわ。ヒンメル、イケメンムーブ。勇者の歌詞よ。みんながここにちゃんといた証拠があちこちに残ってる。これもフリーレンのために残した愛だよな。君が未来で一人ぼっちにならないためって理由がマジイケメン。そりゃフリーレンも惚れるわ。ヒンメルイケメンだよな。中身がもうイケメン。死んでからもフリーレンの心の中に住み続けるわけだ。フリーレン様の像によく似ていらっしゃる。像の前にいる本人はら。フリーレン様に激に似ているというか本人でいらっしゃるよ。見バレするぞ。フリーレン本人っすよ。おいちゃん千年後はわかりませんな。さすがに千年後のことはわからんな。突然の臨戦態勢から衛兵に取り押さえられてしまうフリーレン。緊迫してきた。衛兵に取り押さえられたフリーレン、本気になれば吹き飛ばせるだろうからわざとなんだろうな。衛兵は仕事でやってるだけだし、ここはとりあえず様子見みたいな。は僕の使者通常罠かな。かっこすっとぼけ。押さえつけられてるのみんな真顔で見てるの草。テンション低いまま急にピリつくじゃん。冷静で殺意のある冷たい目だ。ゴミを見る目。この目で見られたすぎる。言葉の通じない猛獣を見る目だ。秘宝フリーレンを持ち帰りされる。お持ち帰りされた。お米様抱っこで連行かよわら。これははかどる。逮捕。ぐへへ。どなどな。荷物かよ。だらーん。フリーレン様かわいい。牢獄編スタートかな。面会。懲役2-3年。猿之助と同じか。待たされる人間の立場。フリーレン基準なら短いなわら。2-3年わらわら。長いよわら。旅終わりじゃねえかわら。年単位での牢獄生活はクソ長えよわら。ヒンメルの判断で貴重な尊重が。子供魔族のお母さん、にまんまと騙された話は勇者の失態だったが、痛いよ、お母さんとつぶやく幼い魔族を容赦なく手にかけたとしても、それはそれで後世まで悪い話として伝わりそうだな。意外とヒンメル強かった。ヒンメルは優しいけど、単なるお人よしというわけではないのかな。人間を殺した魔族にも一度だけ後世のチャンスを与えて、反省や改心が見られなかった場合には容赦なく切り捨ててたし。なんとなく顔と性格だけで勇者やってたと思ってたが、ちゃんと実力もあるんだなわら。死んだ後もどんどん株が上がり続けるヒンメル様マジすごいなと思った。割とさっくりと魔族のこの腕ぶっ飛ぶし、血の描写も OK なんだな。魔族ちゃんもきっと悪い子じゃないんだよ。おばちゃんが殺意向けなきゃ普通に尊重の子供として暮らしたと思うわ。
おっと、まだ魔族に対する認識が甘いスイートちゃんがいらっしゃるようですね。まあ見た目は可愛いから罪を犯しても言ったのは許して、でも結局は人間の良心につけ込んで再度罪を犯す展開。ちくしょう俺らが甘かったってエピソードは教訓ストーリーの王道ではあるよな。なんか急に不穏な空気になってきた。魔族ダメ絶対回か。前半はいつも通りのほのぼのする緩い雰囲気だったのに、後半はえらく殺伐とした、重い空気になってたな。最新は今までで一番おもろかったわ。魔族の話。しんみりした話で化け物改心させるみたいなのかなと思ったけど、ゴブリンスレイヤーだった。村長が自分の子を殺された母親お構いなしで魔族を囲うのは、この作品で時々見せる雑さではあるよなわら。漫画でも怖かった魔族の女の子の話だけど、アニメの演出良かったな。展開知ってるのに鳥肌立ったわ。魔族やばいな。人間の都合ばっちり心得てる。この作品の魔族の設定が面白いのよね。子供の魔族エグかった。この作品の魔族はサイコパスをひどくしたような設定だな。娘を食われた絶叫しかしてないお母さんの判断が最善だったというね。人を襲ったり殺したりした動物は責任持ってちゃんと殺処分しないとダメよな。奴らもバカじゃないから、人を殺して何も罰されないと理解したら次はためらいなく殺すようになる。見た目も言動も欺こうとしてないグバールさんはやはり異質。アウラ含む魔族はとても狡猾で卑劣な性格なんだろうか。生存のために同情や共感を誘ってうまく相手に取り入ってるみたいだし。人間が食事で動物を食べるのに悪意すら覚えないように、魔族は人を騙して食らう。魔族にとっての人間って、人間にとっての狩猟対象のウサギとかタヌキとかみたいな感じかな。人間を言葉で騙すのは、人間が罠を仕掛けて動物狩るみたいな感覚なのかも。騙して悪いが、はめやがったな。グラナと伯爵のキャラクターボイスのお方は吹き替えの大物だった。めっちゃ渋くて格好良いな。はめて復讐するための芝居だったのね。人間の方も着実に成長していた。は僕なんてクソくらえ。交渉は決裂か。息を吐くように嘘をつく。父親なんていません。リュグナー様の中の人、いつになく上品な声を出していたような。嘘やでー。情に訴えかけるのは魔族の常套手段。どうか話し合いの機会を。どの口が言う。とっさにこの嘘っていうのがな。それは泣き声だ。言葉ではない。精神攻撃は基本。父上って何？父上って何です？なんだろうねわら。ですよねわら。家族って便利な言葉だよ。ああやっぱりね。人情って概念はわかるんだな。単語とその効果だけは知っている。人間は家族の話に弱いからな。同じ感じのこと言えばいいだろっていう判断か。魔族は人間の会話とシチュエーションだけ覚えてるけど、なぜその発言になったかって理由までは把握してない感じ。魔族がサイコパスで、言葉は人間を欺く道具に過ぎない。人間の弱みにつけ込んでヒンメルとハイターの幻影を見せた化け物の手法と同じようなもんだな。この作品の魔族はなかなか面白い設定だな。セオリーぶち壊してくるし。魔族の社会性は蜂やアリと同じようなもんか。あとは力関係による絶対的な縦社会。相手を征服するには徒党を組む必要あるし。和睦を持ちかけて、町の防護結界を解除させる。まるで大阪冬の陣の後のは僕案だな。規制はあるし人間を食べなくても生きていけるんだから、そのうち人間に手を出さなくなりそうな気はするけど子育てしないのがネックか。この作品の魔族にとって、人間は食料だから鬼滅の鬼と同じようなもんか。すごく高等なミミックみたいなもんなのかな。宝箱じゃなくて人型してる。これだけ熊による被害があるのに熊さんかわいそうって言い出す人間も多いから、魔族の言葉に騙される人間がいてもおかしくはないな。魔族を定義したのが師匠だしね。より魔族かわいい。リーニエちゃんかわいすぎて俺も魔族に騙されちゃいそうだ。リンゴ大好きリーニエちゃんもちゃんと動いて喋ったな。満足。リンゴちゃんかわいい。もぐもぐタイム。騙すためかよ。ヒンメルたちも見た目が幼女でそれっぽい言葉話すだけで騙されたしね。見た目大事わら。リンゴ食べれるならわざわざ食べにくい人間食べなくてもいいじゃんか。リーニエのリンゴ食べてるとこ可愛いわら。可愛いから許す。お母さんを有効活用する魔族の話からユグナーの射術まで一気に見せたのはマジで英断だった。斉藤監督マジ有能。普段妖怪語なのにシリアスモードだとかっこいいなフリーレン。勇者たちと旅してフリーレンが変化したのはともかく、よして人的な彼女がパーティーに参加したことへの違和感が、今回の魔物の由来に関する独り言で解けてきた。フリーレン様って地味に煽りスキルも高そう。
長いこと生きてるだけあって口も達者なんだろうけど。あたし強いよってセリフはもはやグラップラーのセリフだよな。フリーレン最強宣言。おいおい死んだわこいつ。ドラート君終了のお知らせ。弾頭台のアウラよりも時々かっこよくなるフリーレンいいねー。見せ方が上手すぎる。盛り上がってまいりました。次はちょっと波乱になりそうだな。急なシリアス展開、ここからバトルアニメになりそう。一気にしたい。続き気になりすぎる。この静かな盛り上がりに続々した。来週が楽しみすぎる。いい引きだ。しかし短いな。アウラ編は一気に見たい。7話見終わったけど30分があっという間だ。アウラ編さすがに良すぎる。アニオリ演出もめちゃくちゃいいな。すごい展開になってきましたね。強いフリーレンをアニメーションで見れるのすごく楽しみ。次回で早々の由来回収か。最終回かよ。タイトル回収予告。最終回のようなサブタイ。タイトル回収早くね。来週タイトル回収か。次回楽しみすぎんだけど。メインタイトル回収か。もうタイトル回収か。タイトル回収回楽しみ。面白くなってきたな。めっちゃ気になる終わり方ですな。フリーレンのアニメ見てたら、アニメがここ20年で最も進化したのは CG 編集と色彩だというのがよくわかる。今は有名絵師のイラストみたいな画面で動かすことができるんだな。原作も読んでますけど、これは本当にいいアニメ化だと思います。ありがとう。はい、というわけで早々のフリーレン第7話の視聴者の反応集でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル